男子決勝、国士舘アサリ、ここで決めるのか、東海大相模、大将倉橋、3人を抜くのか。相模は大将の倉橋が登場しています。男子の決勝戦です。さあ、赤い帯がアサリ慎之助、こちらは182センチ124キロ、左組み、大きな体がアサリです。対して倉橋は手前、ここは足技だ。ここは小外か。倉橋勲は3年、183センチ123キロ、右組みです。開始早々にこの足技が飛び出したのは倉橋の方です。中村さん、はい、これ倉橋はあと3人を抜かなければいけないという戦いになりましたが、そうですね、3人抜かなきゃいけないと思うとやっぱりプレッシャーかかりますので、はい、一人一人ですね、やっぱり自分の得意技で、はい、待て、っていう気持ちをしっかり持って早めに行かないとですね、本当に時間がすぐ来てしまいますので、自分の得意な組手に早くなってほしいですね。得意な組手、はい、右組です。右が釣り手。さあ、ここはどうか。王子有効、仕掛けに行った大将倉橋。今の技は内柴さん早かったですね。はじめ、残りは1分45秒です。倉橋の方はポイントではリードしています。アサリはここまで足技、アサリここで抑え込んでおけば、はい、終わりなんですよ、これを逃がしてしまうとまた体力を奪われてしまう、はい、なるほど、その前のここは小外か。ここはアサリ、アサリはほとんどまだここまで技は出していませんがですね、ここでもうポイント取られてて、はいはい、この流れだったら、立ち技からの流れで、すごい精度の高い寝技がある、はい、あるはずなんで、はい、ここで逆転を狙うとか、なるほど、試合の組み立てがもうちょっと上手になってくるんですね。3年生になって、まあ、岩渕監督は話していましたが、戦いぶりが安定してきたとは、その岩渕監督。この後には小川隆光、100キログラム級ジュニア強化選手、そして中学時代は日本一の遠藤という2人が控えている国士舘です。さあ30秒です。さあ30秒、ポイント大きくリードしているのは倉橋です。倉橋、はい、選手は今一番休みたい時なんですよね。もう勝利が見えてきて、そこにやっぱり、国士舘の、はい、朝里選手は攻め込まないとダメですね、はい、チームのことを考えて、はい、こう負けるんだったら負け方というのがあるし、あ、なるほど、ね、それが抜き勝負なんでしょうね、うん、相手を疲れさすというかですね、はい、それが団体戦、そしてそれが抜き勝負です。実質3年生まで含めました、まあ、団体戦、春は震災の影響で春の選手権は開催されませんでした。実質これが最初、残り1秒で待てです。残り1秒で待てです。倉橋は技あり、そして有効のポイント1つ。ここで時間です。東海大相模の大将倉橋勲を踏ん張りました。男子決勝戦は国士舘高校副将小川隆光が出てきました。小川隆光は3年生、左組です。小川と遠藤の2人をまだ残しているという国士舘、1人を抜いたのは東海大相模の大将この倉橋勲です。さあ、先ほど中堅のアサリとの対戦の時には積極的に、まあ、技を出しに行った倉橋、今度は小川に対してどう挑むでしょうか。倉橋は釣り手が右手、対してこれが喧嘩四つの組手になります。待て、向こう側の引き手争いということになりますが、倉橋選手はきついですけど、はい、ここ1分2分で、あのポイントを奪って、はい、まあ、寝技で逃げ切るだとか、そういう戦い方した方がいいと思いますね。このままだと、はい、ポイントを先に奪われて、はい、もう余計きつい展開になってしまいますので、はい、ここはきついですけど、思いっきり自分の得意技をですね、かけてポイント取り、はい、早く取りに行った方がいいと思います、この対戦が引き分けますと、まあ、座り大将ということで国士舘が優勝ということになります。開始1分が経過しました。開始58秒、まもなく1分が経過しようという時間帯です。
東海大相模は期待されていた3年生の富澤、あるいは2年生の小原、こういったレギュラー選手が怪我で離脱、登録も外れました。そんなチームを離れた選手の思いも受けての大将クラーシェの戦いになりますが、今内股、得意はその内股、そして体落としです。どう攻めていくか、ここまだ時間はあります。中でやってほしいですね、お互いに釣り手、あとは引き手、右の足、ここは場外です。体力が残っていれば倉橋選手、はい、中に持っていくんでしょうけど、はい、あ、まあ、なるほど、自分からちょっと場外に出てるような感じはだいぶ疲れてますね。あ、そうですか。倉橋自身は2試合目になります。ここ勝負なんで、もう一か八か行ってほしいですよね、はいはい、小川の方も、まあ、国士舘の五十嵐同様万全ではありません。右膝を直前に痛めたといいます。そんな中でこの小川も満身創痍の戦い。相模は倉橋が踏ん張るしかない。あっと、ここは抑え込みか寝技か、こういうところで出るんですよね、しかもこれが、中村さん、時間もどん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 経過していくわけですからね。そうですね、はい、焦ってきますね、はいはい、今ちょうど寝技抑え込みに移行しようとしましたが、内場さん、そのあたりはもちろん内場さんも、ずっとね、国士舘ではその寝技というものを体現されてこられましたが、そのあたりいかがですか。今のは時間潰しです。あ、そうですか、はい、いや本当、で見たら分かるのもいいね、はい、なるほど、やっぱり、棒立ちになったまま相手を上げてたんで、はい、抑え込みに行く体勢ではなかったですね、はい、このまま引き分けで勝負は決まってほしくないですね。相模のエースが抜けたっていうのを勝つ理由にできるはずだし、ここが今踏ん張りどころだと思います、はい、それは試合を終えた選手たちがじっとその期待感をこの大将倉橋に寄せています。当然その期待感も分かっています。ここは内股、引き手離しダメですね。ポイントとなるその引き手、この外を内股、連続技に行きました、連続技に行きました。小川選手が釣り手ちょっと突っ張ってるんで、はい、それをいなしてですね、入ると持っていけると思うんですけど、そこまでの記録があるかですね。さあ残りは1分になりました。このままですと国士舘優勝、国士舘連覇目前、残りは1分を切りました。何か一つ出そうとはしてますけど、もっと早く行かないとダメです、小川の方が決めるかどうか。技の切ればチームナンバーワン、日本では小川を投げられるやつはいないでしょうというふうに岩渕監督は話していました。それだけ岩渕監督もこの小川には信頼を寄せています。ここは立ってほしいですね、はい、立って立ち合う、自分で決めてほしいですね。しっかり残り30秒を切りました、残り30秒を切りました。ここで立たないとだめですね、時間経過しますね、時間がどんどんと経過していく、時間がどんどんと経過していく、残りは20秒だ。ここで待てです、ここで待てです、残りは16秒です。ここで小川選手が前に出れたら、はいはい、将来性ありますよね、かっこいいです。その16秒どう使うか両者、倉橋はどうこの残り10秒を考える。小川ここはどう攻めに行く、ここは背負いか、あと5秒だ、連敗のカウントダウンだ、残り2秒で待てです、残り2秒で待てです。さああと1秒、ここで試合終了のブザーです。国士舘高校小川耐えました。座り大将遠藤が出場することなく副将小川で決めてみせました。五十嵐の活躍光りました。国士舘高校が見事に334校の頂点に立っています。次鋒の五十嵐選手です、おめでとうございます。おはようございます。実際決勝の試合場畳に上がった時の気持ちっていうのはどうだったんですか。やっぱあの夏のインターハイの予選も怪我で辞退してしまって、個人も全てなくなってしまって、団体で決勝ラスト1本だったんで、もう出し切るつもりで自分が全部取ってやるっていう気持ちで行きました。決勝直前に岩渕監督自らがその痛めていた左膝をストレッチし、そして丁寧にテーピングしてくれてましたよね。そうですね、その岩渕先生のテーピングとか、他の選手以外の人が自分の足かばってくれなかったら、自分はこうやって試合出てなかったと思います。本当に感謝しています。
さあ男子の頂点に立ったのは国士舘高校ということになりましたが、さて、中村さん、どんな風に今年の大会をご覧になりました？そうですね、はい、怪我をしてた五十嵐選手ですか、はい、しっかり仕事をして、頑張ってくれたと思いますし、はい、負けた相模高校もですね、またこれをバネにですね、また来年頑張ってほしいなと思います、はい、そして内田さんはどんな風にご覧になりましたか？ですね、エースが抜けた相模、はい、ここが本当に頑張りどころだったんじゃないかなと、ちょっと残念に思って、まあ、国士舘の五十嵐選手に試合して、まあね、楽しかったです、見てて本当にいい笑顔でしたもんね、はい、最後ね、はい、ということで、国士舘高校が見事に連覇を達成したという今年の大会でした。お二方どうもありがとうございました。ありがとうございました。It's midnight.